はい、春休み期間のためね、なかなかね、編集ができておりませんが、休み中にこんな工作をしておりました。レジンでね、何かを作っております。はい、こちらがフラグのプラグですね。こちらの方にね、株分けしたサンゴだったりね、フラグだったり乗せて、フラグラックに差し込んで使うプラグを作ってみました。そしてこちらはフラグやサンゴを乗せる台ですね。プラグみたいな土台を作ってみました。こちらもフラグの台なんですけれども、この真ん中にね、フラグの棒を刺してね、砂地とかに置いたらどうかなと思いまして、この宝石のフラグ台を作りました。はい、こんな感じですね。真ん中に棒を刺していく感じですね。一応ね、レジンを水槽に入れて良いのか調べたりね、フォロワーさんに教えてもらったんですけれども、ちゃんとね、固まっていればね、レジンも水槽に入れれるという情報を聞きましたので、安心してちょっとね、水槽の方に今入れて実験中でございます。はい、ちなみにね、フラグの棒がね、少し大きすぎてフラグラックに差し込めなかったので、改良していこうと思います。そしてね、こんな感じのちょっと大きめの宝石のね、ラックも作ってみました。はい、水槽に入れた感じはこんな感じでございます。はい、こんな感じでね、スタッポとかね、もうちょっとギラついたサンゴを置いたりすると、もっとね、目立って可愛いかもしれません。はい、今日はね、こういう謎なね、ラックを作ってみました。こういうのをもうね、作ったりするのもね、こうアクアリウムの楽しみかなと思いね、いつも思いついたら何かしら作っております。はい、今日はね、こういう感じでね、謎のね、ラックとかを作りましたが、他のサンゴたちもね、元気にしております。春休みがね、終わり次第、通常にね、しっかりとしたね、動画を作っていきたいと思いますのでね、もう数日お待ちください。はい、それではね、ちょっとサンゴを見ていただいて、この辺でお別れいたしましょう。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。Thank you.